フローリング床アジアンウォルナットの低差し幅広むく板を使った床フローリング。フロアリングとは、主に木質系材料からなる床板で、表面加工などの加工を施したもの。ただし、英語のフローリングは単に床材という意味であり、リノリウムや和室の畳も英語ではフローリングである。九百十三年、北海道から主としてヨーロッパに輸出された奈良材の材を処理するため、 製造が始まったとされる。国際標準化機構には十数種のフローリングに関する規格がある。など、日本農林企画では単層フローリングと複合フローリングに分類される。単層フローリング凹凸のついた未材単層フローリングとは引いたを機材とする構成層が一のフローリングを言う。単層フローリングは、さらにフローリングボード、フローリングブロック、 モザイクパーケットに分類される。住宅において一般的なフローリングはフローリングボードであり、主として無垢フローリングを指す。原木を切断加工したのみのいわゆる無垢材をついで用いるのが一般的である。フローリングホードの内根太張り用のものは側面加工として、サネは儀加工を施す。小幅の長尺材を一方の側面が一つ。 他方の側面が王になった本座で加工とし、これを多数噛み合わせて床全体を隙間なく覆う。これを下げはぎないし、実技と称する。フローリングードの内ね太と針用以外のものは側面加工として藍弱理加工を施す。複合フローリング複合フローリングの思考、単層フローリング以外のフローリングでね太と針や直りに用いられるフローリングを言う。 一層以上の機材の表面に0.3から2ミリメートル程度の厚さの化粧加工用の木材を貼ったもの。加工材の普及に伴い、思考が増加しており、一般的な住宅の主流となっている。機材には合板を用いることが多いが、修正材、単板積層材、中密度繊維板をはじめとする、ファイバーボードなど多様な材料が用いられている。 さらにマンションでの海外の遮音性能を高めるため、機材の下にゴムウレタン等のクッション材を貼り付けた遮音フローリングも存在する。機材にスリットが入っているため、上に乗った際に床が沈み込むのが特徴である。思考後しばらくは曲がりに木が馴染むまでお隣することがある。化粧加工については、木材の突き板を貼り合わせることもあるが、床材としての耐久性を保つため、 WPC をはじめとする特殊加工化粧剤が用いられることも多い。複合フローリングの規格では、値段張り用で、厚さが 21mm 以下のものは、サネは、技加工を側面に施すこととされている。狂いが、無垢材と比較すると少なく、思考、メンテナンスとリアいも無垢材に比べると良い。多くは塗装されており、カラーバリエーションも豊富。 床暖房の表面に貼る場合は、表面塗装や岩水率が一般のものと異なる。電気式の床暖房構造を内蔵した製品もある。奈良無材の定着フロア、欧州パインの無垢材フロア。幅広長尺合板を使用せず、原木を切断加工したのみの、いわゆる無垢材を用いたフローリングで、日本農林規格の分類上は単層フローリングである。 自然思考、高級志向のクライアントに人気がある。日本国外では、ラミネートフローリング工法と、捨て張り工法がある。フローリング材を接着剤のみで下地に施工する、工法である。下地がモルタル面や捨て張りされている場合と、下地が平面で強度を有する場合でないと用いえない。一般的には自家張り専用のフローリング材が、用いられる。 コンクリート建造物等の躯体床面に強度がある場合、根太や各種下地工法を省くことができる。体育館等強度が求められる場合、構成床組上に下地材を捨て割りした後に自家割りを行うのが一般的。多くは、無垢材を用いビス止めダボを打ち研磨塗装の工程を取る工法を取る。住戸におけるフローリングは住民が 日々最も接触している部分であることから、設計段階から住民の生活を考慮し、使用される材質から思考方法までを選択する必要がある。また、メンテナンスによっても後々の状態を左右することを認識し使用することが必要である。ありがとうございます。